陽一さんにご挨拶をいただきます。美波さん、よろしくお願いいたします。はい、さーい、沖縄から参りました参議院沖縄の風の美波陽一でございます。まあ、本日は全国各地からこのように多くの皆さんが憲法記念日に改憲阻止を目指して決意を固める、こういう思いで参りました。実は昨日那覇市で沖縄平和市民連絡会の総会がありました。メッセージを託されております。何かというと、この平和市民連絡会は日曜日と休日を除いて毎日県庁前、那覇市の県庁前から辺野古へバスを出し、そしてまたあの辺野古での集会も参加をしている、そういう団体であります。多くの団体が参加しております。沖縄は頑張っているので、全国の皆さんにも頑張ってほしい、こういうメッセージを託されてまいりました。今安倍政権は改憲の突破口にしようと9条への自衛隊の明記、災害時を理由とする緊急事態条項の明記、参議院の合区の解消、教育費の無償化など挙げてますが、本当の狙いは隠しています。自民党が平成24年4月27日に決定した日本国憲法改正草案は自民党憲法改正推進本部のホームページに掲げられており、ネット上ですぐ読むことができます。私たちが守ろうとしている現行の日本国憲法と対照になっているので、どういう憲法を目指しているのか一目でわかります。ぜひ多くの国民市民の皆さんに読んでもらいたいと思います。多くの皆さんは驚くと思います。その内容は今の日本国憲法とは真逆なものになっているからです。日本国憲法では全文で、ここに主権が国民に存することを宣言し、国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がそれを享受する、これに反する一切の憲法、法令、省直を排除すると国民主権を宣言しています。そして恒久の平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意したと平和主義を述べています。この平和主義こそが憲法9条であり、国の公選権を認めないとする戦争の放棄です。日本が戦後に戦争に加担してこなかった国是です。今こそ平和主義が必要な時です。なぜなら今の我が国政府は4年前に平和安全法制と称して戦争法を強行成立させて、ことあるごとに隣国の脅威を強調し、日米同盟の強化に結びつけ、抑止力を理由に莫大な軍事装備を購入し、来るべき戦争に備えています。アメリカは米中有事においては周囲の同盟国に戦ってもらうとするオフショアコントロール戦略に基づいて、沖縄を含む南西諸島での戦争を想定して、南西諸島の島々に自衛隊基地を建設させ、辺野古には米海兵隊の最前線基地を建設させられていると思います。一方、自民党の改憲草案はこのような戦争を想定して9条2項を設け、内閣総理大臣が最高司令官とする国防軍を保持する、72条で内閣総理大臣は最高指揮官として国防軍を統括するとしています。そして98、99条では緊急事態を宣言すれば政令を法律と同様なものにするということです。私たちは今の日本国憲法が作っているこの社会を守り抜きましょう。私たちはこのような改憲を目指す今の改憲案、決して許してはならない。私たち全国から反撃をしてまいりましょう。沖縄も頑張ります。全国もどうぞ一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。沖縄の風の美波陽一さん、ありがとうございました。